前段秘話、真田丸築城。九度山より大阪城へと向かう道中、雪村はこれまでに兄より、そして父より学んだ武人としての知見、そして自らが養った勘働きをもとに、来たる戦へ向けてさまざまな施策を巡らせていた。ふん、確かに大阪城は巨大にして堅牢、容易に落ちるものではなかろう。しかし包囲され続ければいつかは必ず落ちる。かの小田原の城がそうであったようになれば、勝つためになすべきことは一つ、籠城せずこちらから打って出る。まさに動くことを雷の振るうが如し、攻めに流行る徳川方の奇声を制するのでござる。ちょっと大将、何一人で盛り上がっちゃってんの。む、サスケ、良いところに。打って出るとか叫んでたけど、ひょっとして俺様に一仕事させてくれる気にでもなった？徳川殿の見印を忍び取るという話であればいいな。ですよね、言ってみただけですよ。はい。だが別の仕事を頼みたい。へえ、とんでもなく面白いこと思いついたって顔だね。どれ聞こうか。大阪城の南に我ら真田の出城を築く、南方より攻め上る徳川軍のちょうど鼻の先にだ。おそらく徳川軍は開けた南に大軍を配するはず。まさしくその出花を我らがくじく。そいつはお堅い大将にしちゃ随分と思い切った嫌がらせじゃないの。上等上等。じゃ早速手配を。待て、慌てるなサスケ、重要なのはここからだ。お前の言う嫌がらせをより苛烈に、より徹底して実行するためにぜひ用意したいものがある。ほう、なんだい。巨大な大筒、それを揃えられるだけ揃えたいのだ。我が出城、名付けて真田丸は守りのための狂わにあらず。大筒による集中砲火の援護を得て、集結した敵軍の最中へと切り込み、打ち崩し突破するための陣馬一体ならぬ陣砲一体の攻撃兵器、それが真田丸よ。どうだサスケ、頼めるか。そりゃそんな面白そうな仕事を頼まれるに決まってるっての。けどさ、大筒は大阪城からこっそり失敬するとして、先立つものはどうする。金子ならば真田の埋蔵金がある。あれ使っちまっていいのかい。ああ、使ってくれ。いなく今この時に使わずしていつ使う。わかった、万事このサスケにお任せあれってな。ふむ。しかし返す返すも世の中まか不思議だね。正幸の大旦那考案の例の紐があんなに売れるとは。丈夫で便利とはいえ紐だよ、ただの紐だよ。稼いだ銭を隠すのほんと大変だったんだから。うむ、親父様には一方ならぬ詳細もござった。蟄居の身で徳川の目を盗み一財を成すとは、本当に底の知れぬお人であった。